Honestly, I really can't wait for when we actually get to play in Shniznaya, or get to go to Shniznaya. I think definitely Shniznaya would be the last destination that we can go to. And honestly, I think the fact that Koshi's brother pretty much sees the Ruin Guard as like a toy or whatever, I think the Ruin Guards and pretty much those things have something to do with the Fadui or someone from Shniznaya. And it has something to do with God Ken as well, and also with the disappearance of our sister. So, Oh my God. Around like that again, young man. Your brother. This is like one sentence. し、静かにお兄ちゃんが話してるんだから。Okay, dude. 今日から女皇陛下への誓いをもとにスネージナヤに勝利をもたらしてもらう。極北の寒波のようにスネージナヤパレスの氷のように敵を骨の髄まで凍らせるんだ。ザポリエニパ palace. Ooh, is this like the final boss setting or whatever? That'd be pretty interesting. 女皇陛下は君たちの忠誠、冷酷、そして慎重さを期待している。なぜなら俺たちが向き合う挑戦は厳しい。例えば、Why is Paimon just okay? Paimon's not helping. 例えば、タコ、でんでん太鼓。Okay. リーウェの地では毒ガン坊のライバルになるからね。Oh my god. タコは面白かったね。例え話だよ。戦場もビジネスと似たようなもんだから。だから君たちのリーウェでの、リーダーとして俺の命令に従ってもらう。命令に従わなければ裏切りとみなされ、裏切りの代価としてリーウェの支部をクビになる。うわ、厳しい。クビになったらきっと悲しいよね。同時に気を配るのは無理か。なら、いや、直接実践訓練に入ろうか。There we 実践go. 訓練？だって、強い体は実績にもつながるからね。おい、今、執行官様が実践訓練と言ったか？I feel so bad. I feel so bad for both of them, actually. 執行官様が自ら指導してくれるのか？光栄だ！信じられない。俺らみたいな新兵、本当に大丈夫なのか？どう？問題ある？いえ！いい返事だ。さあ、かかってこい。All right, I guess this is the part. Okay, I actually need the thing. There we go. We have ult, and now we need Koshi's ult. Okay, I'm sorry. What is this? What is the energy recharge on this? It's 60, but why is it not recharging? Oh my god! Skyward Harp, of course. I have this, but I mean, you know. Yeah. Yes, there we go. Alright, 3, 2, 1. 7号式モジュール降参しなさい。逃がさない。 Dude!
Q! Oh my god! It glitched! It glitched, bro! What the hell? I pressed Alt and 5 and it didn't ult. Don't do die, don't die. I know I should really be using Koshi, but at the same time, Koshi's like Hydro and I can't really. At least until now, actually. Only 6k? Well, yo, my friend has, like, my friend actually got Koshi, and his ult actually deals like 32k damage, so. I mean, hey. Well, at the very least, we actually got the achievements. That's all that matters, actually. Hi! 君たち、俺に体を動かさせる程度にはできてるよ。つまり、新兵としてなかなかやる方だ。感謝します、執行官様。しとにかく、健闘を祈るよ。スネージナや女皇陛下、そして君たち自身のためにね。解散。お兄ちゃん、お兄ちゃんすごーい。ん、テウセルも来てたんだね。旅人と一緒に防除旅館に遊びに行ったと思ってたよ。うわ、しらじらしい。言っただろ、強くなるためなら何でもするって。もうあの時の俺じゃないからさ。それって魔法武装のことかな。体に重い負担をかけるからね。いざという時にだけ使うんだ。黄金矢で使った後、まだ傷が完全に治ってなくてね。それに宿女じゃないから、新兵相手に使ったりはしないさ。魔法武装？毒眼棒よりも強いの？確かにそういうことになるよな。あ、oh, way way stronger, way stronger. 僕も戦ってみたい。お兄ちゃんみたいにかっこよくなりたい。かっこいいからすることじゃないよ、テウセル。戦うの意味を理解しないと強くなれない。教えてもいいけど、何のために戦うかちゃんと考えないとね。僕、うん、僕ね、トーニャお姉ちゃんを守りたいんだ。いい答えだ、テウセル。This is a good shot. This is a good shot. スネージナへに戻ったら教えるよ。これからはトーニャを守ってくれるよね。Did you guys see the feet there? 任せて。わがままじゃない時のテウセルはいい子だな。結構リーウェにいたし、そろそろテウセルは帰った方がいいんじゃない？え、でもお兄ちゃんはずっと仕事だし、まだ一緒に遊んでないよ。テウセル、兄ちゃんは忙しいんだ。それに旅人のお兄さんと旅をしたんだろ？もうごまかせないと思ってるだけだろう。じゃあさ、一つ願いを叶えてくれたら僕ちゃんと帰るから。誰にこんなねぎるような駆け引きを教わったんだい。でもいいよ、行ってごらん。ここのおもちゃ研究所に行きたいんだ。まさか例の遺跡守衛が出てくる遺跡じゃないよな。A risky wish. いいよ、テウセルは俺のためにわざわざリーウェイに来たんだからね。弟の願いをちゃんと叶えてあげないと兄ちゃん失格だもんな。やったー。え、本当にいいのか、テウセルをあんな場所へ。お兄さんも一緒に来てよ。今回は僕が案内する番だ。おもちゃ研究所、ふん、
レイク館にあるあれだね。旅人、君は子供の夢を壊すような人じゃないよね。This mother. また兄弟攻撃だ。くぅ、仕方ない。行くか。What's sake, man? さあ、ここがリーユへのおもちゃ研究所だよ。着いた。中から機械の音が聞こえる。すごい。ここは一体何なんだ？なんでこんなとこ知ってるんだ？前に資料で見たんだ。ここは博士のおもちゃ研究所ってところかな。博士はファリュイの執行官、古いものをいじるのが趣味でね。この遺跡は遺跡守衛を研究するために改造されたんだ。ああ、okay. More lore. I like it. Thank you. え？遺跡守衛もファデュイが作ったのか？いや、あれはアビスの方に近いかな。だから我々の敵でもある。単に研究対象なだけだよ。近頃遺跡守衛が出没する理由はおそらく博士がここに飽きたからだろうね。True. またも性格の悪い執行官だな。テウセルをここに連れてきたのは事前に調査して安全だって知ってたからだな。いや、実はこの研究所の中がどうなってるかは全くわからないんだ。 OK。 弟の安全を何とも思わないのか？まさか。危険があったら俺が代わりに受け止めるよ。弟に傷一つつけさせないさ。それにテウセルも戦う意味を理解するからね。この意味は何年も俺の心の重しになってきたわけだし。お兄ちゃんたち何話してるの？早く案内してよ。 Are we actually going in? 任せて。 Wait, are we actually going in?Oh my god! We're actually going in! Okay, we need hydro. This looks so sick! No, dude. No way. I'm gonna use this one. Just because. Wait, double hydro? What does double hydro give? Incoming healing. I don't need healing.私がいなきゃダメだね。I switched to Diana because I know that I will have Koshi as a trial again, so there's no point in bringing another Hydro. お兄ちゃん、毒眼棒は人殺しの機械だっていう人がいるんだ。まさか。テウセルもそんな怖い言葉を信じてないよね。うん、そうだよね。毒眼棒は悪いやつを倒して世界を守る僕の大好きなおもちゃだもん。 OK。 うん、テウセルを守ってくれるからね。そうだね、毒眼棒と遊んでくるね。テウセル、走らない。しまった。テウセル、大丈夫かな。あっちに道がある。急ごう。はあ、All right. Yo, this is metal. Oh my god, this looks. Yo, this is sick. Why can't I get it to? I mean, okay, I guess. All right then.
Ooh. Oh, okay. Matataku mani. Soya! Hutti! Yeah! Yeah! How many are there? そうだよ。兄ちゃんがこの先を確認するから、テンセルは待って。ああ、甘やかしすぎたのかな。Yo, this spot looks so cool though.Look at that, like it's an actual research lab for. Honestly, this spot right here reminds me of like that one stage from Honkai. If I don't forget, I will put it on screen, but you know, yeah. Oh, okay. 遺跡周囲が吊るされてる。移送先はどこだ？テウセルのところだったらまずい。なんとか止めよう。Wait, slimes? Yep, yep. All right. And I'm stuck. That's cool.Okay. テンセル、前にあるブロックは見たかな？力になってほしいんだ。え、僕お兄ちゃんの力になれるの？当たり前だよ。三つ数えて一緒に触れるぞ。三、二、一。なにこれ、まぶしい。当たると羊になる魔女ビームだ。気をつけるんだぞ。うわあ、危ない。This is why you need to evade real good, you know? Like this is what happens if you evade. Zero damage, bro. Fair enough. Oh. Is that like last part? Can we actually go there? No, okay. Sorry, man, I just like exploring, you know? Interesting. やっと合流できた。テンセル、怪我は？怪我してないよ。楽しかった。Bruh. 楽しかったのはお前だけだよ。この先は大きい部屋だ。毒眼坊たちの部屋かな。Okay. そうだね。広い部屋だし、かくれんぼでもしようか。Oh my god. Big brain. え、今？でも。兄ちゃんはね、サプライズを用意したんだ。え、サプライズ？後で探してごらん。でもその前に目を閉じて60秒数えないとダメだぞ。わかった。60秒長いね。All right, a minute it is, boys. A minute it is. Mirror boys. 60、59、58。時間がない。急いで処理しよう。48 47 46 45。お兄ちゃん、なんか聞こえるよ。それもサプライズだ。楽しみにしてて。は？黙れ。Oh wow. Wrong one. 16
12、10。テウセル、ちゃんと数えないとダメだぞ。バレた。15、14。 I can't excuse me, what is this? Excuse me, where am I? MihoYo? MihoYo?Oh, no way. 3, 2, 1. もういいかい？あと10秒欲しいな、テウセル。Wait. まだ隠れきっていないんだ。 Wait, is he gonna...? うん、仕方ないな、お兄ちゃん。わかった、10秒だけだよ。Oh my god! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 目を開けるね。Oh my god! Wait.Where is he? Oh my god! Oh my god! Wow! Really, the Isekishu is like a toy. But he's using the magical armor to use his body. That's amazing!毒願望がもう少し小さかったら持って帰りたかったのにな。あれ、お兄ちゃんは？お兄ちゃんどこに行ったの？かくれんぼしてただろ。あ、そうだな。そっか、嬉しすぎて忘れてた。じゃあお兄さん、一緒に探そう。はい。I mean, he's just walking in a circle, right? Or maybe not. Kimi tachi de yokatta yo. Kenga shita mama mao busu o tsukau no wa omotta yori hone ga oreru. Sasuga ni konna kakko arui sugata wa Teuseru ni miserare nai. Was this worth the effort? Ore wa tada ikanaru shiren kara mo.逃げないだけさ。これがこのタルタリアが強くなる理由だからね。それに子供の夢は壊れやすい。放っておいたら知らないうちに壊れてしまう。だから守らないといけないだろう。約束したら守る。悪いことを知ったら謝る。与えた夢はちゃんと最後まで守る。あいつは俺の大事な弟だからね。どうした？何か君の思い出をよみがえらせたかな？そんなに弱ってるのにカッコつけるな。早く医者に行った方がいいぞ。いい案だね。でも、その前に、これをテウセルに渡してほしい。これは、毒願望の人形？ああ、鍛冶屋に作ってもらった。帰国後に渡す予定だったけど、今は、旅の記念品としてちょうどいい。True? ああ、なんか、こいつの家族って幸せだな。Honestly, I've always thought of him as just like an ordinary guy, or like at least, well, not an ordinary, but like a really strong guy that, like, you know, has to serve the Tsarista? Tsarista? Yeah, pretty much serve Sneeznaya just because he caught up with it, caught up in it, you know? それと、俺が何も言わずに消えることへのフォローも頼むよ。手伝ってくれるよね。
I break a freaking promise, I get thrown off the ice. 指切り幻漫、嘘ついたら氷漬けにされる。指切った。懐かしいな。テウセルに教えてもらったんだね。うん、頼んだよ。Hey man, MiHoYo's always so good with these things, man. どこにもいない。お兄ちゃんどこなの？そんな、なんで戻ったの？だから慌てて仕事に戻ったんだ。わざとテウセルを置いてったんじゃないぞ。うん、そっか、それはいいことだね。もっとお兄ちゃんと一緒に遊びたかったな。あ、これ、こういう独眼本もあるの。僕の名前が書いてある。僕だけの独眼棒だ。気に入ったみたいだな。うん、さすがお兄ちゃん、大好き。 DU エコーに来てお兄ちゃんに会えて、おもちゃ研究所の見学にプレゼントまで、最高の旅だった。これで満足してスネージナヤに戻れるな。これ以上わがまま言ったら嫌われそうだもん。行こう。え？よ、あい、よ。The respect level that I have for Koshi just went up by 100, man. It's actually insane. Holy.旅人様、テウセル様、お待ちしておりました。あいつの部下か。ええ、公使様の命でテウセル様の帰国の件を担当します。こちらへ。誰？知らない人についてっちゃダメだってお兄ちゃんが言ってた。オイラたちは平気なんだ。だってお兄さんのことは知ってるもん。え？え？お兄ちゃんの手紙に書いてあったんだ。トーニャお姉ちゃんが読んでくれたもん。はあ。だからすぐに分かったよ。名前は覚えてないけど。ただの偶然じゃなかったんだ。ないよ。気になる人がいて一緒に旅をしてみたいってお兄ちゃんが言ってた。いや嘘つけ。テウセル様、スネージナヤ行きの船がそろそろ来ます。行きましょう。もう？じゃあ、お兄さん、バイバイ。バイバイ。僕、待ってるからね。絶対、絶対、スネージナヤに遊びに来てね。Thank you, promise, sure. うん、するする。指切り幻漫、嘘ついたら氷漬けにされる。指切った。約束だからね。気をつけてな。またな。スタレ。やあ。Oh, of course.ああ、いたんだな。なんで隠れて出てこなかったんだ。別れは大事なものだ。今の俺、このかっこ悪い姿がテウセルの記憶に残ったら大変だ。True. 直接別れを告げられないのは確かに残念だけど、はあ、本来なら俺が家まで送るべきなんだけどな。
部下がついてるとはいえやっぱ不安だよ。弟を溺愛しすぎじゃないか。でもなぜかテウセルを君たちに任せた時は安心できたけどね。少し前まであんなにやり合ってたのに。あ、そうだ、謝礼を忘れるところだった。今回は君たちのおかげで助かった。わあ、分かってるじゃないか。それと約束も忘れないで。いつかまた俺と勝負してくれ。 Ooh, I'm actually looking forward to that. I'm actually looking forward to that. 誇りをかけて負けないぞ。まずは体を治してこいよ。いじめだとか言われたくないからな。今度勝負した後、君たちをうちに招待しよう。I guess he wasn't lying after all. トーニャとアントンを紹介するよ。俺の自慢の家族だ。I mean, yeah, I guess, because I mean, we're a traveler, and we're, like I said, we're not bound to, like, Leeway or Mondstadt. Oh! テウセルとの約束もあるしな。テウセルもきっと楽しみにしてるよ。ああ、楽しみだな。I am very looking forward to Sneeznaya now. 君たちとスネージナヤで会う日が。I am very looking forward to Sneeznaya now.That is it for the story quest. Hopefully you guys enjoyed this video. Thank you guys so much for watching. That was... Mihoyo, man. Mihoyo, man. Hopefully you guys enjoyed this video. Thank you guys so much for watching. It's been Sage, and I will see you guys later.